はい、どうもこんにちは、カジマックです。前々回のアマゾンタイムセール祭りでアマゾン限定レノボの Chromebook100E、 これを購入したんですけど、今日現在価格を見てみると29,800円になってます。でもこれ前々回のタイムセール祭りでなんと実質17,968円、そういう動画をお届けしたんですけど、この後即完売で、びっくりしたのが、その後 XQTwitter のフォロワーさんに教えていただいたんですけど、なんと28,000円から割引クーポン5,000円適用で15,800円で、さらにポイントアップキャンペーンもあったんで、実質14,000円台、めっちゃお安くなっていた Chromebook、 ただ結構納期かかっていたんですけど、やっと僕の手元に届きました。ということで今日はこれ開けていきたいと思います。今回ご紹介するのは Amazon 限定レノボ Chromebook100E です。いや、来ました、久々の Chromebook 開封。僕は以前より Chromebook 大好きで何台も買って過去にご紹介してます。ただ Chromebook、 まあ Windows のノートパソコンもそうなんですけど、意外と細かい部分で仕様が違っていて、僕の好みに合うものなかなか見つからず、過去には Core i3 搭載の爆速 Chromebook、 そういったものも何台か購入して、間違いなく爆速で、うわいいなって思っていたのもつかの間、ちょっとしたキー配列が気になったり、あと Chromebook の場合バッテリー持ちっていう部分、そこも結構重要視した結果、 Core i3 いいんだけどバッテリー持たない、そういう結果に陥ったこともあって、いや、なかなかこれ難しいんすよ。で、さらに言うと、ここ数年、Chromebook も高性能化、高額化していて、もともと Chromebook、低スペックなのに、軽い OS を搭載することで、サクサクよく動くっていう、そういうところが入り口だった僕にとっては、お高い Chromebook、認めたくないんすよ。いや、そういう路線がある部分は、歓迎すべき部分でもあるんですけど、やっぱり Chromebook、お安いのにサクサク動く、これが一番しっくりきます。果たして今回このレノボ 100E、 僕の気に入るクローンブックとなるのかどうか、今回開けて中見てチェックしてみたいと思います。で、軽く特徴見ておくと、今回ご紹介するレノボ 100E 製品番号はこんな感じ。クローン OS を搭載したクローンブックです。で、プロセッサーはメディアテックコンパニオ 520、 8コア搭載してます。で、メモリは 4GB、オンボードなんで増設負荷。で、ストレージは eMMC32GB。 あれ、これこの前 SSD って書いていたような気がしたんですけど、 SSD って書いてますね。いや、でもおそらく eMMC じゃないかと思います。で、ディスプレイは 11.6 型 HDTN 液晶となってます。ここが少し懸念ポイント、やっぱり視野角というより TN 液晶、発色良くないイメージがあるんで、僕はあまり好きではないです。で、インターフェースはタイプ C ポートが1つ、タイプ A ポートが2つ、タイプ C 充電できるのはいいところ。 HDMI ポートも搭載してます。で、マイクロフォン、ヘッドホン、コンボジャックで、内蔵カメラは全面 720p プライバシーシャッターついてるそうです。で、キーボードは78キー実数配列、本体カラーはグラファイトグレー、重さは約 1.23kg、 ちょっとこのサイズの割には重ため。説明欄にリンク貼っときます。気になる方はチェックしてみてください。はい、それでは開けていきます。いや、ほんと久々のクロームブック、開封楽しみです。はい、こういうアダプターついてますけど、タイプ C 充電できるんで、これはこのまま避けておきます。そしてこれが本体、あ、こういった説明書も入ってました。あ、ちゃんと日本語対応してます。はい、それではあとは本体だけ。いきますよ。せーの。イエーイ、来たー。はい、これが、メディアテックコンパニオ520プロセッサー搭載。RAM 4GB、ストレージ 32GB、ある意味最小構成のクローンブック。11.6 インチの Amazon 限定、レノボクローンブック 100E。こんな感じ。あ、でもこの表面の仕上げ、ちょっとサラサラしていて気持ちいい。はい、こんな感じになってます。うん、やっぱりコンパクト、ちょっとずっしりきますけど、小さいからかさほど重たく感じません。で、正面向かって左側、タイプ C にタイプ A、 イヤホンジャックで、反対側タイプ A に HDMI、 現人とノック、こんな感じになってます。はい、それでは開きます。せーの、
オープン。ああ、やっぱり、ベゼルは結構広いっすね。こんな感じ。ザ・安価なクロームブック。そういうイメージです。で、開き幅は、べったり、ここまで開きます。で、この、インカメラ、ここに、シャッターがついてます。あ、これは、結構いいんじゃないかと思います。メディアテックのステッカー、こんな感じなんすね。で、僕が結構気にしている、エンターキーはちょっと小さめ。で、このあたりですよね。ちょっとせせこましい感じ。キー配列気になる方は、一時停止を駆使してご確認ください。でも、そんなに打ち心地は悪くないかもしれません。で、クロームブックといえば、電源。このままじゃ、入りませんよね。確か、一回目は、電源つながないと、起動しないはずです。はい、名越ししてもダメなんで、電源つなぎます。はい、それでは、刺しますね。せーの、プチュ。はい、起動しました。特に難しい設定はないんで、設定工程は割愛します。Google アカウントの入力と、簡単な設定、その程度でした。はい、これで、Chromebook、設定終わりました。あ、意外と、発色はいいですね。でも、やっぱり、視野角は、結構狭いんで、正面で見てる分には、かなり綺麗なんですけど、このあたりは、ちょっと好み分かれるかと思います。あ、で今、充電ケーブルを抜くと、ちょっと輝度が下がりました。Chromebook 使う方、基本的には、これですよね。Google Play Store、これを使いたくて、Chromebook 買う方もいらっしゃるかと思いますけど、はい、すいません。僕は Chromebook、ほぼその名の通り、Chrome だけを使っているんで、実は Chromebook、真っ先にする設定として、Google Play Store、停止してます。その理由は簡単で、アップデート来たりして、結構疎しいこともあるんで、僕は Google Play、並びに、ほとんど消せるアプリ、全部消しちゃうんすよ。はい、もったいないなって思われる方もいらっしゃるかと思います。ただ僕が買うのは冒頭でもお話しした通り、かなり低スペックの Chromebook なんで、その方が快適に使えるんじゃないかと思ってます。はい、消せるアプリ、全部消すと、こんな感じになりました。ちなみに僕は、Google ドライブや Google キープ、かなり Chromebook でも使うんですけど、全部 Web 版を使ってます。で、この100位、いや結構サクサク動きますよ。やっぱりさすが Chromebook、そういったところでしょうか。はい、Amazon 開いてみました。読み込みも結構早いし、悪くないですよね。マジっすか。これが、15,000円台。じゃないわ。14,000円台で買った Chromebook、めっちゃ安いっすよね。あ、ほんと結構早いな。はい、ちょっと、僕が今使ってる Chromebook、持ってきます。はい、これが、レノボ100E。こっちが、エーサー CB311。いや、このクロームブックが、ほんとキーボードが使いやすくて、かなり気に入ってます。はい、この、デカエンターわかります？ほんと使いやすいんですよね。なんでなかなか、これを超えるクロームブック、見つからないわけですけど、ちょっとクローム開きますね。せーの。この速さは同じぐらい。はい、両方、アマゾン開きます。いきますよ。せーの。そんなに変わらないかな？いきますよ。せーの。あ、こうやって並べてみると、そんなに変わりませんね。せーの。ほぼ互角。せーの。やっぱり、変わらないな。ただ変わるのは、やっぱり発色の違い。CB311 の方がかなり綺麗です。はい、ちょっと見比べてみます。こっちが Acer CB311。レノボ 100E が、はい、こんな感じ。いや、わかります？全然発色違いますよね。レノボ 100E。ああ、ちょっと残念。やっぱり CB311、発色綺麗なんすよね。TN 液晶という部分。やっぱり IPS と比べると、こんなにはっきり差が出ちゃいます。なんで、それほど画質を気にしない方、そういう方なら、100E、
十分クロームブックとしてはその用途を果たしてくれると思いますけど、やっぱり僕はどっちを選ぶかというと、こっち。まだまだ CB311、これに勝るクロームブック、お目にかかったことがないです。はい、ということで、ちょっと開封からテンション上がっていたけど、最後ちょっと下がりました。まあでも今回、とりあえず開封動画なんで、このあたりで終わりたいと思います。今回ご紹介した、Amazon 限定、レノボクロームブック 100E、説明欄にリンク貼っときますけど、お値段はお気をつけてチェックしてみてください。はい、これ。今カメラを起動しました。シャッター閉めてるんで何も映りません。シャッターを開くと、はい、こんな感じ見えますかね。やっぱりこの辺りも視野角狭いから分かりませんよね。はい、ちょっと動画撮ってみます。はい、今これレノボ 100E 内蔵マイクで動画を収録してます。音声の感じ、画質どうでしょうか。こんな感じで録画できます。はい、どうでしょうか。ご参考になさってみてください。ということで、激安 15,800 円、ポイントを考慮すると 14,000 円台で購入したレノボのクロームブック 100E、 やっぱりちょっと残念なのは液晶。真正面から見ると発色よくは見えるんですけど、やっぱり TN 液晶、そういった感じでした。でもこのコンパクトさ、そんなには軽くないけど、モバイルには悪くないんじゃないかと思いました。で、この背面とかデザインはカジュアルな感じで僕は結構好みなだけに、 IPS 液晶そこだけ積んできてほしかったなっていう、そういう印象です。まあでもとにかくお安いクロームブック大好きなんで、今回しばらく使ってみたいと思います。また何かこれ気になるご質問なんかありましたら、コメント残していってください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。